今日はですね、ヒロにある一番大きなショッピングモール、プリンスクヒオプラザっていうところに来ました。ヒロで一番大きなショッピングモールっていうことなので、南国で着れるようなキャミワンピースを見ていきたいと思います。それでは行きます。プリンスクヒオプラザっていうのはこんだけ広くって、こんだけのお店があります。結構たくさんある。詳しくはホームページとか見てもらえたらわかると思うんですけど、思ってたよりもお店が多い。まず最初のお店はピアワンインポーツ、ん？インポートだね。こういうとこでお土産買うとかわいいですね。ヒロのダウンタウンっていう中心街からバスが出てるので、レンタカーなくても2ドルでここまで来られます。なので往復で1人4ドルですね。ほら、日本にもあるクリアーズって読むのかな、もあるし、オールドネイビーも右側にあります。実は入り口でも話していましたが、ワンピースを探しに来たんです。だけど服選ぶのめっちゃ苦手だから、なんか余計なものが目に入っちゃう。結構斬新、ザリガニ柄とか左右違う柄っていうのも可愛いね。ザリガニのビーズあったじゃん。水着のザリガニもあったよ。流行りなのかな今。ちなみにザリガニのあのビキニのパンツの方は値段は12ドル49セントです。うん、絶妙ですな。三つとも可愛かったんだけど、私には似合わなかったです。なのでワンピースは買えません。かく I didn't fit. I'm sorry. No problem.肩幅が広くてゴツすぎて全然似合うのがなかったの。オールドネイビーでは買えませんでした。なんて読むか分かりませんが、ここもアクセサリーが売っています。最近ね、あのね、指輪をつけるようになって、てててー、かわいい。よくね、妹にこれ買ったって言って見せると、なんでそんなの選んだのって言われるのよ。だから一人でね、こういうのを選ぶのをちょっと、まあ、勇気がいるっていうか、大丈夫なのかなっていつも思ってしまう。あとアメリカンイーグルのアウトキットとか、まあ、いろんなお店があるからね。お、なんかすごく可愛いらしいお店。なんて読むのこれ。ハルマーク？ホールマーク？読めない。聞きたい。可愛い。木のサインだ。おしゃれー。ここ何の店？がわかんないけど、すごく可愛い。このグラスとか、ハワイのマークがついてる。めっちゃ可愛いじゃん。結構こういうね、これハワイの、ハワイ島の形なんだけど、ハワイ島の形のなんかものが結構売ってます。まあ、I love ハワイ島って感じ？これも多分壁掛けなんだけど、すごく、本物の木でできてて、すごく可愛い。なんか妹がめっちゃ喜びそう。このウォール買ってったら。だけど、こんなでかいものは買えません。レジのところにはたくさんのお菓子が置いてあります。なんかハリーポッターのお菓子みたい。この辺ハリーポッターのお菓子みたい。全部ゴディバとかね。なんか可愛いよねこういうのってね。チョコレートがさ、ハワイに来るとさ、溶けちゃうと思って買えないからさ、チョコレート見たら異様にチョコレートが食べたくなります。本当はチョコレートとか食べたいけど、朝ね、一言動画で
エクササイズとかダイエットとか頑張りますとか言ったから、もうちょっと今日はね我慢して、本当はねチョコレートめっちゃ食べたいんだよ、だけどね我慢します。いろいろ一苦労しましたが、最後の最後で素敵なものを発見。すごく可愛いトップスとかも売ってて、 V になったものをよく見かけます。 SML の表記から2,4,6,8,10 のような数字の表記のようなものもあって、日本の7号が4号だそうです。4号が S のサイズですね。6が M サイズです。すっごくたくさんの服があって、形があってデザインがあって、なんかもう見切れないですね。これかわいいワンピースを見つけました。かなこです。これがですね、まあ、S サイズで値段が 16.99 ドル、めちゃ安いで、ところどころね、なんか弱めのところはありますが、まあデザインもね、これ私 V じゃないと骨格的に似合わないそうで、あと二の腕が隠れるように、本当はキャミワンピ探してたんですけど、キャミワンピが思いのほか似合わず、なんでこれ試着してないけど、まあ大体大丈夫でしょってことで、これを購入しようと思います。レジに行くまでにこういろんなものがあってさ、最後の最後に買いたくなるよね。あ、私これないから買っとこうかな。こういう鍵とかさ使うよね。1個でいい、どうしよう迷う。まあ必要かなと思ったので、この鍵、ダイヤル式の鍵とこのワンピースを購入することにしました。で、すごくレジが並んでおります。で、並んでる時にすごく目を引くものがねたくさん並んでる。まあこれもね作戦なんだと思うけど、めっちゃ見ちゃいます。ドリンクも売ってるし、ようやく次私の番です。キャッシュナンバー3、ナンバー3に呼ばれたので行きます。 Hello! Are you going today? Yes. Good. Did you want a bag? Yes. Total is $22.96. Thank you so much. Thank you. Have a great day. You too. 22ドルぐらいで購入できました。ワンピースと、まあ、キャミワンピじゃなかったんですけどね。ワンピースと、まあ、セキュリティで使える鍵を購入しました。本当にリポートって難しいなと思うんですが、今日はこの辺で終わっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは、さよなら。